思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはラリュエール、ルジュリナージュ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してラリュエール鼻に立ちます。その後ろからはルジュリナージュ、この馬も上がっていく構えです。さらにはヒズル城、8番アートハウス、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナー左にカーブしていきます。先手を取ったのはラリュエール、大きく離れましたセントカメリア、その外からマイシンフォギー、緑の帽子レグランタイン、その後ろ、その横に源フェイス、その外にレディービーナス、その後ろにバンルーラ、その隣にサリエラ、ブルトンフール。この馬もこのグループ、すぐ隣にパーソナルハイ、しんがりからメモリーレゾン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。さあ先頭はまだ5番ラリュエール、ラリュエール、さらにリードを広げました。2番手はルージュリナージュ、間を挟んでマイシンフォギー、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はラリュエール、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ラリュエール先頭、後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。あと 200m、 ラリュエール意地を見せる。2番手はサリエラ、ラリュエール先頭、ラリュエール先頭だ、ラリュエール、ラリュエール1着、2着にはどうやらサリエラ、勝ったのはラリュエール、このレースを制したのはラリュエール。